こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、で、まあ今日なんだけど、日本時間で言うと多分日曜日とかにまたなるのかなって思うんですが、アメリカカリフォルニアで、IFBB プロの大会が一つ行われますと。で、ここでメンズフィジークの、カテゴリー行われるので、今日はそこの話をね簡単にしたいなと思っております。大会名は IFBB プロリーグゴールデンステートプロメンズフィジークでございます。で、まあ、この大会ですね、メンズフィジーク全部の出場人数は19人ということで非常に多いです。同じ日にビキニもやるんだけど、ビキニは23人ということでもっと多かったです。ここからプラスマイナスとかね、まあ、ちょっと人数に、差は生まれるとは思うけど、やっぱ人気カテゴリーなだけあるよねっていう感じです。もうメンズフィジークなんかはね、もうこの選手リストとか見てもさ、もう誰が誰だか分かんないよっていうような状態なんだけど、今日は何人かね紹介したいと思います。で、まず1人目はこれずっと流しているルーリースワンという、何回かこのチャンネルでも紹介している台湾の IFBB プロでございます。とにかくでけえと、腕がとにかく太いと、ボディービルダーよりももはや太いかもしれないというような剛腕を持っているメンズフィジーク選手です。ただ腕が非常に強くて、例えば、これとかはねもうなんかクラシックフィジークプロのさアップデートですかっていうぐらい下半身も全部でかいんだけど、こっちの2日前の朝一に撮っているポージングチェック動画、これを見るとやはり腕が非常に強いというところで、肩とかあとは大胸筋上部とか、まあ、胸ですね、あとは腹筋、この辺が腕に負けてしまって見えるっていうところで、まあ、バランスだったりとか、あとは腕がつきすぎているとか、まあ、そういったところでなかなかこうボンと上がれないんだけど、顔がかっこよくて好きなんでね、応援してるんですけど、まあ、ただあとはこうやって見るとね、左右差っていうところもこの選手は少し気になりますと、弱点ばっかり言ってる気するけど、片側の肩がねちょっとこう上がってたりとか、前側見てもちょっと肩の筋肉のつき方とか違うんですよね。この辺が、まあ、カラー塗ってステージに立った時にやっぱフロントポーズで見てもちょっとこう左右差っていうところも、審査員から見て気になってくると、やっぱそういうのが美しくね、彼よりもちっちゃくてもまとまっている選手とかが出てくると、やっぱりそっちに行っちゃうのかななんて気もするんですが、このルーリースワン、まあ、台湾の選手ね、あと韓国の選手も出るんだけど、この辺応援していますと。で、ここからは、まあ、トップ5とか、まあ、トップ6とか入ってくるんじゃないかなってちょっと注目している人たちですと。まずはマイク・ストリップリングという選手です。この人は昨年テキサスの大会で11位とか、他の大会で8位とか、トップ5には入ったことないと思う選手なんだけど、こう背中とか例えば見るとね、非常にこう脊柱のこのボコッとしたね立体感とか、あとは僧帽筋のところとか肩の後ろ側とか、非常にこの厚みもあり、背中の凹凸感っていうのが目立っている。で、かつ左右対称で綺麗な逆三角形。フロントポーズとか見ると筋肉量はね、この時点だとちょっと足らないんですけれども、足らないっていうか、まあ他の選手と比べるとね、小さめかもしれないんですが、非常にまとまっている選手ということで、まあ最近こういうタイプの選手が評価受けている気がするから、まあこの人も、注目してますと。で、もう一人がこのハワイの踊りでね、ハトクマの中では有名になったマイロン・グリフィンという選手です。この前行われたフィットワールドっていうね、大会で、4位に入ったのかな、まあ、トップ4に入りました。で、その時の映像は今度これになって、一番左端の人がこのマイロン・グリフィンになるんだけど、コンディションがねかなり良かったんですよ。この腹直筋見ても、まあ、お腹周りですね、腹斜筋見ても、あとは背中のポージングになった時の腰周りを見ても、こうバリバリでさ、このコンディションだけだったらこのトップ4の中で1番2番を争ってたんじゃないかなっていうぐらいの選手です。あとは腕とか胸とかも非常にボリューミーで筋肉もある選手なので、まあ、今回の大会もトップ5とか入ってくるんじゃないかなって思っておりますと。で、こっからは、まあ、トップ3に入るんじゃないかなって、まあ、優勝争いするんじゃないかなって思っている3名をね、最後紹介したいと思います。1人目がベンクイル・マリグニーという選手で、まあ、この人は、さっき紹介したねマイロン・グリフィンと同じでフィットワールドっていう大会にこの前出ていました。このトップ4の映像で言うと右から2番目になります。で、まあ非常にバランスはね、いいと思うんですよ。ウエストが細くて逆三角形で、胸、肩、腕のつき方、あとは前腕の感じとか。まあ、トータルで見た、その筋肉一つ一つのつき方のバランス、左右対称の体っていうのが、まあ、できている選手なのかなっていうところですね。筋肉量自体は、例えばその左隣にいるのが、優勝したエマニュエル・ハンター、彼なんだけど、例えば胸とかを見ると、まあ、圧倒的にエマニュエル・ハンターの方がでかいんですよ。まあ、他の選手と比べても、彼はそんなに、
でかさはないと思う。ただ高身長で手足が長くて逆三角形で左右対称な筋肉で、メンズフィジークとして見た時に非常にこう美しい体はしているので、まあ、今回の大会でもこういう選手の場合は多分コンディションがかなり重要になると思うんですが、まあ、トップ3には入ってくる可能性高いんじゃないかなと思います。あともう一人がジェイソン・フィンという選手で、2020-21とオリンピアにね、出続けている選手です。だから、いろんな大会でね、優勝したりとか、いい順位に入り続けている方でございます。で、この人なんかは今度、非常にこう筋肉一つ一つの丸っこさがあってですね。で、まあ逆三角形は逆三角形なんだけど、ウエストとかはそこまでね、極端に細い選手ではないと思います。ただ、まあ、さっきも言った腕、肩、そして胸のボリュームとか、あとは綺麗な、あの、腹筋のね、シックスパックとか、そういったところを持っている選手です。ただ、この人の場合、このフロントポーズはすげえ強いんだけど、バックポーズになった時に少し背中の広がりが狭く見えたりするんですよね。まあ、その辺の広背筋っていうところが、まあ、課題の一つかなとは思うんですが、まあ、トップ3には入ってくる可能性高いんじゃないかなって思っております。で、最後の選手が一応、優勝するんじゃないかなって思っている人です。それがアントワン・ウェザースプーンという選手でございます。直近の戦績だけの話をね、またすると、この人が一番、可能性高いというか、いい成績を取ってます。準優勝とかはしてないんだけど、まずアーノルドで4位に入ってます。だから、エリン・バンクスとか、エマニュエル・ハンター、あとは、ディオゴ・モンテネグロ。オリンピアとかでトップにいたりとか、すでにオリンピアを決めている人たちについての、4位という戦績でした。で、その後のボストンプロでもトップ5に入っていてですね、非常にいい戦績を取ってます。今度この人の場合、フロントポーズよりもバックポーズの方がね、ハトクマ的には強いんじゃないかなって思うんだけど、背中のど真ん中の盛り上がりとか、僧帽筋の盛り上がりっていうのが非常に強く、まあ、見えていたんですよね。で、まあ逆三角形はもちろん、まあ大体ほとんどの人がみんな逆三角形だから、まあそこは強く言う必要はないかなって思うんですが、アントワン・ウェザースプーン、彼は優勝する可能性が一番高いんじゃないかなっていう感じです。ただですね、今紹介した5人、6人以外の選手でも13人ねいるんですよ。で、ほとんどハトクマもう分かんないです。分かんないです。なんか名前見たことあるなっていう人はいるんだけど、もう体とかパッと出てこない人ばかりなので、まあ、この辺はまた順位はね大きく変わるだろうし、こんな人いたのっていう人が優勝する可能性は全然あると思います。ということで、以上がですね、今週末に行われるゴールデンステートプロメンズフィジークのハトクマ的に注目している選手の紹介でございました。皆さんが注目している方ですね、ぜひいたらコメント欄に書いてもらえればと思います。で、この大会の結果なんですけれども、ちょっとですね、今週末土日あと月曜日かな、あの関西に行くことになってまして、その最新の動画みたいのがちょっと撮れないので、火曜日とかにこの話はするかもしれません。ということで、土日も一応動画は上げるんですが、あまりその季節性というか、あのそういった動画ではないと思います。ということで、その辺はご了承ください。ということで、今日の動画はここで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。良ければ高評価とチャンネル登録ボタンのクリックよろしくお願いいたします。ではまた皆様、次回の動画でもお会いいたしましょう。それでは、バイチャ。